よいしょ。はい、皆さんこんにちは、今日は昨日の続きケツアルカトル空港ですね、アメリカとメキシコの国境にあるところから今日は、このコンセプションデルオロっていうね、まあ一見こう山の方に行くのかと思うんですが、ちょっと実際飛んでみないと分かんないですね。でね、昨日ちょっとまあ間違ってたわけじゃないんですけど、まあアステカ帝国っていうのが1400年ぐらいからっていう話をして、まあメキシコの文化っていうのは若いんですよみたいな話をしちゃったんですけどね、実際は私もね、なんかおかしいなと思いながら言ってたんだけど、メキシコシティに、まあ当時はそうは呼びませんけどね、あのテノチティトランっていうんですけど、そこでアステカ文明は確かに1400年前後に起こったんですけど、それよりも前にこのメキシコシティのですね、ここですね、メキシコシティのね、ちょっと郊外にあるところにですね、これではないかな、テオティワカンっていうところがあって、そのテオティワカンっていうところに、紀元前200年ぐらいだったかな、それぐらいからね、文明があったってことが分かってるんですね。テオティワカンっていうメキシコシティから50キロぐらい行ったところにあるらしいんですけど、そこで、まあ、アステカ文明の前身となるですね、まあ、アステカ文明の、まあ、先祖というかね、ケツアルカトルなんていう神話の主人公なんかも、まあ、その頃からあるらしいんですけど、だから、まあ、アステカ文明というのはそのテオティワカンというところから始まっていくものだというふうに捉えた方がいいでしょうね。まあそういう意味では紀元前からあるんで、まあ歴史もかなり古いということですよね。紀元前からある、紀元前200年ぐらいだとね、多分日本は多分弥生時代だと思うんだけど、まあそれぐらいだから、まあ古いですよね、かなり。うん。でテオティワカンには月のピラミッド、太陽のピラミッド、死者の大通りとかですね、ケツアルカトル神殿とかですね、まあそういうものがいろいろあって、まあピラミッド、神殿ですよね、そういうものがあると。なんかね、この辺ないかなと思ったんだけど、まあ今もね、その神殿残ってるはずなんですけどね、ちょっとこれではないですね。今日はまたメキシコの中央部ですね。今日は土曜日ですが、金曜日の時間帯にはですね、例の債務上限問題は片がつきませんでしたね。で、今アメリカはね、月曜日も3連休なんですね。メモリアルデーっていう、だからもしかしたらね、皆さん休暇に入ってるかもしれないんで、その場合は火曜日に持ち越すのかな。でもこういう大事なんで、
休暇を返上してやるんでしょうかね。まあそうだと思いますけどね、休暇返上だと思いますけど、でアメリカと日本って時差が逆なんで、あの今もうすぐですね、今8時、夜の8時半ぐらいなんですけど、10時半ぐらいから向こうが朝になるんで、なんで我々が寝静まってる間に物事が動いていくんですよね、向こうでは。過去なんでね、あっちが17時間ぐらい過去なんで、うん、なんで朝起きたらヘッドラインが流れてる場合がありますんでね、まあそこを見ときゃいいんですけどね。で逆に日本の昼の時間帯はほとんど、まあ、物事が進まないんですよ。昨日変なやつがいたからな、今日はいないだろうな。うん、飛んでるやついない、いない、よしよし。昨日は変なね、ストーカーみたいなやつにつきまとわれましたからね。見渡す限り、あ、でもずっと向こうに山っぽい稜線が見えますね。だけどメキシコっていう国はどこか懐かしい感じがするんですよね。なぜなんでしょうかね。やっぱり我々がモンゴロイドだから、あのアメリカ大陸に渡ったインディアンとかね、まあメキシコ人とか、まあ古代のね、であとはいわゆるインディオですよね、あのスペインが来る前に南米にいた人たちなんかは、まあモンゴロイドとしてはまあ似てますからね、我々と似てるんで、ちょっと近いものがあるからそう思うのかもしれませんね。まあ実際は混血が進んでるんでね、まあ今のメキシコ人とかブラジル人とかねは何か西洋人っぽい感じの顔立ちになってますけどね。だけどその紀元前2世紀なんかにアステカ文明でね、さっき言ったようにテオティワカンとかで活躍してた人は、まあインディアンとかの近い人間ですよね。まあ日本人にどれだけ近いのかはちょっと分かりませんけども、まあ近いんじゃないですかね。あのアリューシャンの陸続きの時に渡っていった人たちですからね。まあ人類というのがアフリカで誕生して、でまあ北上していってアラビア半島に入って、でそこからまあヨーロッパの方に行った連中と、あとはイランを経由して
まあ、アジアの方に入っていった人たちもいますね。でそのアジアに入っていった人がもっと行って、あのベーリング海峡の陸続きを渡ってカナダから、まあ、アラスカからですね、カナダでアメリカで、まあ南アメリカの方にどん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 進んでいったんですね。だからそういう意味では、まあ南アメリカのね、それこそブラジルとかアルゼンチンのあたりまでいる人っていうのはある種到達点なんですよね。人類の到達点なんです。アフリカからずっと行ってユーラシア行って、であの北アメリカ南アメリカでドンツキまで行ったら、あのドレイク海峡っていうアルゼンチンの一番南ですね、あそこまで行ったらもうそれ以上行けないんで、まあある種一番進化系というか、あの最高到達点がアルゼンチンの南端なんですよね。ということはブエノスアイレスのあたりにいる人っていうのはがある種人類のゴール地点ですよね。まあそれとは別に、あの東南アジアとかに途中で住み着いた人が、あの丸木舟を使ってですね、南太平洋に進出していって、でどん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 行ってですね、であのニューギニアとかソロモンとか行って、でフィジーサモア行って、もっと行ってあのタヒチとかまで行って、でもっと行ったらあのイースター島ですよね、パスクア島ぐらいまで行くと、まあそういう経路で行った人もいると思うんですけど、まあどうかな、でもパスクア島はねちょっと丸木舟で行けるかな、もし行けたとしてもあのチリの方から出て行った感じじゃないですかね。まあそこからでもかなり遠いんですけど、なんである種その大陸自体にブエノスアイレスまで行った人よりも、東南アジアぐらいから、あるいはそのオーストラリア大陸ぐらいからですね、丸木舟でずっと南太平洋の方まで、それこそタヒチとかですよね、タヒチとかぐらいまで行った人の方がもしかしたらもっと最先端到達地点かもしれませんね。あの難易度で言えばね、難易度はそっちの方が難しいですから、タヒチまで到達した人は相当難易度難しいですよ。まああんなとこ行くまでにね、嵐にあったら終わりですし、で航路を間違えたらもうね、下手したら餓死してしまう、海上で餓死してしまいますしね。で行ったら行ったで今度帰れなくなる場合もあるんで、そこの島で自活しないといけないし、まあ何しろ大変ですよ。だからタヒチとかね、あのその旧イースター島のパスクア島ですよね、あの辺まで行った人は大したもんですよね。うん、ある種すごいですよね。そのアフリカで人類が誕生して、まあせいぜいがアラビア半島とかヨーロッパぐらいに行くやつらは、まあ別にそれはまあ大変ですよ、それでも当時のことだから命がけの旅行ですけどね、まああのグレートジャーニーとか言いますけどね、まあそれでもあんなねタヒチまで行ったやつらに比べたらそれは安全ですからね。まあそういうのを考えてもちょっと面白いですよね。うん、タヒチまで行った人はすごいと思うな。やっぱ誰かが最初に到達したはずなんですよ、人類で。うん、その現地でね、自然発生して猿から分化して、まあそういうのもあったかもしれませんけどね、猿から分化してアウストラロピテクスとかホモサピエンスとか、
あの、い、一、えっと、ベット、ネアンデルタール人とかね、クロマニオン人とかいろいろ分かれていって、まあでも基本的にはアフリカで分化して、でホモサピエンスまで、まあ我々の祖先ですけど、それがグレートジャーニーでアフリカを出ていったわけなんで、多分それ以降はね、分化してないはずなんですね。で、おそらくそのオーストラリアとか東南アジア、台湾とかのあたりで、現在のそのホモサピエンスまでたどり着いたっていう話は聞かないですから、おそらくアフリカ経由だと思うんですよ。なんで、まあそう考えるとね、あ、すいません、ちょっと3分ぐらい用事です。よいしょ、はい、すいません。よいしょ、
ちょっと山が見えてきましたね。まあでもね、アステカのテオティワカンとかの、まあその太陽のピラミッド、月のピラミッド、あれなんかいいですよね。なぜだかわかんないけど。で、ちょっとね、そこから南の方に行くと、ペルーのあたりには、エクアドルのあたりには、ナスカの地上絵なんていうのがありましてね。なんかね、中南米の古代史なんていうのは非常にこうロマンをかきたてられますよね。それはなぜなのかは分かりません。私だけがそう感じるのか。で、それがもともとですね、スペイン人なんかが押しかけてきて、まあ、征服するんですけどね、中南米を。だけど、もともとはアフリカから出てきた、まあ、ある種兄弟ですからね。で、スペインに着いたやつらっていうのは、まあ、アフリカから出てかなり早い段階でもう旅をやめてしまったわけですよね。で、それがその南アメリカまで行った連中っていうのはずっと旅を続けていったわけでしょう。まあもちろんその生きてるうちにじゃなくて何世代も何世代もかけてだんだんたどり着いたんでしょうけど、で、それがね、途中で旅をやめてしまった一族の末裔がですね、海を渡って攻めてくるんですよね、1500年ぐらいに。で、そしたらまあ一番最後まで旅を続けた種族がやられてしまうんですよね。まあ何か運命のいたずらっていうかね、それを感じますよね。で、しかも1500年ぐらいになったんで、やっとですね、その羅針盤だとか造船技術なんかが発達してやってこれるようになったんですよ。で、おそらくその当時にいた南米のインディアンなんかは羅針盤も造船技術もそこまで発達してなかったはずなんです。まあそういう意味では巡り巡ってね、その発展文化を発展させていくっていうことがある種、まあ、そこがあだとなってですね、それの発展に負けた方が征服されてしまうんですね。小銃なんかもそうで、火薬の発明とかも含めて、まあ、そのヨーロッパに入っていった連中っていうのが、いわゆる文化というものをどん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 発達させていくんですよね。まあ、天文学とか数学から始まって、化学とか医学とかね、そういうものを発展させていって、その結果海を渡ってくるわけですよね。で、それこそ大砲とか小銃で攻撃してくるわけですよね。これがまあ面白いですよね。
まあそういった意味からすると、もともとの本家であるアフリカなんかはですね、その自分たちのところから人間が生み出されていったのに、1800年代にはですね、ヨーロッパが入ってきてですね、もう奴隷にしてしまうわけですよね。まあ、もっと前からですね、1600年ぐらいから、で、まあ、アフリカ分割で1800年以降は奴隷だけじゃなくて、国もね、領土も分割されてしまいますんでね、列強の。まあ、ある種自分たちのホームランドを征服したんですよね。まあ、それもまず全てヨーロッパですよ。ヨーロッパ人というのが、まあ、言っちゃえばインドヨーロッパ語族ですね。彼らが、まあ、地球上をほぼ全て征服したんですよ。まあ、1500年代のそのスペインが南米大陸に、中南米に渡ったのを皮切りにですね、1800年代にはあのイギリス人なんかがね、あの中国まで来て、まあ、アヘン戦争で、まあ、ほぼ支配下に置きましたし、まあ、インドも支配下に置きましたよね。日本だけはなんとかね、独立を保ちましたけどね。だいたいアジア、アフリカっていうのは、ヨーロッパが、まあ、属国化していくわけですよね。まあ、南米も含めてね、中南米も含めて、まあ、北米はもう属国というよりも、アングロサクソンが自分たちの領土にしてしまいましたね。自分たちのホームランドにしてしまったわけです、北米というのはね。ですから世界史というのはね、やっぱりヨーロッパ人が主人公なんですよ、結局は。ヨーロッパ人が世界に広がっていく過程を説明しているだけなんですね、あれは。もう言っちゃえばね。で、中国の人はね、あんまりその世界に出ていくっていう野望がないんですよね。これは民族性なのか分かりませんけど、中華思想って言って自分たちが真ん中ですから、他の周辺国は我々に従っておけばいいんですよ。で、しかもちょっと挨拶に来たら、その倍返しでお土産を渡して帰らせてあげますよというような、すごいですね、太っ腹な民族なんですよね。海外に出て行ってそこをマーケットにしたり搾取したりしようっていう発想がね、あんまりあの民族はないんですよね。昔からそうなんです。あの殷周で、戦国時代で秦、そして漢とかなっていっても、まあせいぜいですね、あの中央アジアぐらいまで半島を広げて、あのサマルカンドのあたりですね、あの辺ぐらいまではせいぜい興味を示すんですけど、日本を攻めてきて占領してやろうとか全く考えないんですね。あのそれをやったのはモンゴル人ですけどね。モンゴル人はそれをやろうとしましたけど失敗しましたけど、中国人、まあ、要は漢民族っていうのはね、海外に行って占領して領地を広げてやろうっていう発想がないんですよ。ところがヨーロッパ人というのはそれがね、めちゃくちゃ旺盛なんですね。だから本当に海を渡ってきますし、あのマゼランみたいに地球一周するような連中ですからね。まあ、あの中国もね、帝和っていうのがいて、明の時代にですね、だから1400年ぐらいに帝和っていうのが艦隊を組んでですね、アフリカの方まで遠征するんですけど、まあそれも結局ですね、あのそこを領地にしてやろうっていう発想ではなくて、あのまたその朝貢外交でですね、あのうちに挨拶に来るんだったら、あの土産物を倍返しで返しますよ、ま、返すのでまた今度来てくださいよみたいな、そんなノリなんですよね。なんか太っ腹なんです、すごい。大正っていう、大正の品格っていうかね、
そういうのがあるんですよ、あの国はね。だから世界史上やっぱり中国っていうのはやっぱりその中国大陸のだけにとどまるんですよね。で、まあヨーロッパの人が攻めてきたら取られちゃうわけです。まあそれに比べてね、モンゴル人なんかはすごく野心が強いですよ。トルコとかモンゴルはね、まあ漢民族とはこれ違いますけどね、モンゴル人とかトルコ人っていうのは、まあ今のゴビ砂漠だとかね、あの辺りにいる人ですよね。いた人ですけど、そういう人はものすごいね、やっぱりヨーロッパのポーランドの方まで攻めていきますし、マムルーク朝のバイバロスがいたエジプトの方まで攻めていきますしね。中国人ってエジプトまで行かなかったでしょ。せいぜいサマルカンド止まりですよね。すごいですよ、モンゴル人は。ベトナムの方にも攻めていきましたし、日本にもね、北条時宗の時に日本にも来ましたし、モンゴル、トルコっていうのはすごいですよ。野心がありますよね。まあ、ただ、位置関係としてね、やっぱヨーロッパ人が船を使ってね、海外に乗り出していったっていうのは大きいですよね。モンゴル人なんかがそういうことしなかったですもんね。まあそのユーラシア大陸の真ん中にいる人たちだったから、海洋民族じゃないんですよね。だから あくまで生活の中心は騎馬ですからね。船を使って向こうの方まで行ってやろうっていうのが発想が出てこなかったのかもしれませんね。ヨーロッパ人はね、割と昔から例えばイギリスとフランスの間でもとか、スカンジナビアとフランスとかで、ノルマン人なんかが船作って船を作って行き来するっていうのは割とポピュラーだったんですよね。地中海だとか、昔からギリシア人とかフェニキア人は地中海を帆船で交易してましたんでね。ところがやっぱりモンゴル人とかトルコ人っていうのはそういう発想はないですよね。基本的にユーラシアを騎馬で移動するっていうだけですから、まあそこがやっぱ大きかったでしょうね。いやーすごいな、メキシコのこの雄大な地形、この山なんかは名前がついてるんでしょうね、多分。9000フィートだからまあ3000メートル級の山ですよこれ。まあ結構この辺りまで来るとね、グランドキャニオンとかロッキー山脈の あの辺の雰囲気ありますよね。ちょっと高度を落としていきたいと思いますね。まあずっと平地じゃなくてよかったです。こういう方が面白いですからね。まあですからやっぱりヨーロッパ人というのはね、そういった意味では興味津々、野心も大きいし知的好奇心も強いですしね。日本人もね、割と外に出ていこうとしませんよね。豊臣秀吉の時に朝鮮に攻めたり、まああとはその本当に20世紀になってね、インドネシアの方まで行ったりニューギニアの方まで行ったりしましたけど、まあそれは本当にごく
一時期の話であってね、あんまりその外の方に外の方に出ていこうとしませんよね、日本人というのはね。まあアジア人がそういう割と文化なのかもしれませんけども、農耕民族ですからね、もともとが。あのヨーロッパ人というのはね、もともとあのカスピ海のあたりにいた遊牧民族ですからね。あのもちろん農業もやりますけれども、後々はねやりますけども、あの由来がもともと遊牧民族なんです。彼らはコーカサスの麓にいた、あの羊とか牛を飼って生活をしてた人たちなんで、割と動くっていう習性があるのかもしれませんね。日本人はね、割とまあ縄文時代なんかは狩猟、まあ木の実とか動物を飼ったりしてましたけど、弥生ぐらいからはね農耕民族に変わりましたからね。あ、もちろんヨーロッパもですね、そのだいぶそんなカスピ海の沿岸で遊牧をしてた時代なんていうのはずいぶん前のことで、もう紀元前どれぐらいでしょうね、2000年ぐらいにはもう定住農耕民族になってたと思うんですけど、やっぱ DNA に何かある、その動いて放牧をするっていう何かが残ってるのかもしれない。 どうなんでしょうね、そのあたりがもしかしたらその外に出ていこうっていうその大航海時代のモチベーションにつながっていくのか。まあもちろんあのオスマントルコなんかがユーラシアの真ん中を取っちゃったん でそれで仕方なくあの海に出ていったっていう事情もあるんですけどね。日本の場合はね、あの島国ですから出ていこうとしませんし、で割とその気候に恵まれてるんで、あの農業生産とかもそれなりに自分たちを食っていける分はありますからね。イギリスなんかもそういう意味では出ていく必要ないんでしょうけど、あの外からねちょこちょこちょっかいかけてノルマン人が入ってきたりしますんでね。まああとはそのゲルマン人なんかも入ってきますし、まあそういう面では、まああとはドーバー海峡といっても非常に短いですからね、あの割とすぐ渡っていけるっていうのもあるでしょうね。やっぱり世界史を一通り勉強すると、そのヨーロッパ人の歴史なんですけど、そこにそのモンゴルとトルコがね、やっぱりスパイスとして、まあ非常に大きなファクターとしてね絡んでくるんですよね。モンゴルとトルコ、そして、まあ白人、インドヨーロッパのヨーロッパ、特にヨーロッパ人ですね、その対立なんですよ。まあ言っちゃえば中国人なんていうのは、せいぜいが中国大陸にまあ閉じこもってる人たちでして、あまりそのダイナミックな要素ではないんですよね。中国人というのは日本人と一緒で、ある狭いエリアにですね住み着いている人たちっていうだけなんですよ。やっぱりね、ダイナミズムを持っているのはヨーロッパ人であり、トルコ、モンゴルなんですよね。この2つがね、ものすごいやっぱり世界史を通して勉強するとインパクトが全然違うんですよ。その、まあ、トルコとモンゴルを総称して遊牧民族と
ユーラシアの遊牧民族と、まあ、モンゴロイド遊牧民族と言ってもいいですけど、その人たちとヨーロッパ人ですよね。この2つの関係をいかに捉えるかっていうのが世界史の面白さなんですね。メソポタミア文明の頃のアラビア人とかエジプト人とかっていうのは、まああれもごく地域性のある、そういった意味ではローカルな民族なんですよ。まあ一時期アラビア人もサマルカンドの方まで来ましたけどね、あとエジプトとかスペインまで行きますけど、それでもまあスケールは小さいですよね。アラブ人というのはね、スケールはそんなに大きくないです。エジプト人なんかはもうずっとあそこでしょ、ナイル川のあたりにずっといただけですから、もうローカルもね、だからずっとそこに住み着いてるローカルな人たちと、もうダイナミックに動き回る人たちといて、でヨーロッパ人とそのトルコモンゴルがそれだったんですよね。でやっぱりそれぐらい動きますとね、ぶつかるわけです。でまあ元の時はね、ポーランドの方まで、ドイツの東部の方まで行ってぶつかりましたし、モンゴル人がね。でもっと前のゲルマン民族の大移動の、西暦350年ぐらいの時には、郷土の末裔のが今のウクライナのあたりまで行きましてね。でそこに住んでた東ゴート族とか西ゴート人っていうのが防戦するんですけど、抑えきれずにですね、ローマ帝国の領内に逃げてくるんですよね。でそれをローマ人が許したんですよね。入っていいぞって言って許してもらって、ゴート人っていうのがね、特に西ゴート人ですね、ウクライナの今の黒海の北のウクライナのあたりにいた人ですよ。オデッサのあたりに、確かね、西ゴート人ってオデッサのあたりに住んでいた、今のね。でその西ゴート人がローマ帝国の領内に入り込んで助けてくださいって来るんですよね。それはフン族っていう、まあ郷土の末裔という説があるんですけど、まあ要はモンゴルとかトルコのやつらですよね。でそれがそこまで来たもんで突き動かされて、でその西ゴート人とかゴート人がですね、ローマ領内に入ってくるんですけど、でそれが最初はまあ従ってるんですけど、いろいろとローマ帝国内のごたごたがありますから、もう収拾がつかなくなってですね、西ゴート人なんかがまた移動したりして、玉突きでもうゲルマン人がどんどん動いていくんですよね。でその西ローマ帝国っていうのがもう滅びちゃって、で東ローマはビザンツ帝国として一応残るんですけど、もう西ローマ帝国なんかは実質もうゲルマン人によって滅ぼされてしまって、もちろんその後もローマ人というのはいるんですよ。ただ国家の上層部にもうゲルマン人の人たちがいる状態になってしまうわけです。フランク王国とかできた頃はもちろんローマ人も、従来のローマ人もいるんですよ。ローマ人もギリシャ人もケルト人なんかもいるんですよ。だけどその人たちは非支配民族になってしまって、まあ民衆になってしまうんですよね。一般民衆になって税金を払う立場になってしまうんです。でフランク王国っていう、フランク人っていうのがこれも西ゴート人とか東ゴート人とかとの仲間ですけど、フランク人っていうのがまあ支配者層になって税を取り立てる方になるんですよね。ここにちょっと大きめの町があります。ちょっと何ていう町かわからないんですが、まあ平和な町ですね。こういう山に囲まれて、
で、私がいつも面白いと言っている中央アジアはですね、本当に文明の十字路で、まあ近くにはもともとトルコ人とかモンゴル人がいますし、で、あのアレキサンダーが攻めてきた時にギリシア人がですね、もうサマルカンドのあたりまで植民入植してきてますしね。で、それとは別にまあペルシャ人なんてイラン人ですよね。まああれはヨーロッパ人と同根ですけど、まあインドヨーロッパ語族ですけどね。あの人たちも入ってきますし、あの中央アジアの特にサマルカンドのあたりっていうのはトルコ人ヨーロッパ人っていうのがもう入り乱れてですね、なってますんで面白いですよ。あの辺はもう本当にエキゾチックっていうかね、文明の十字路ですよね。まあ文明の十字路というのはもともとはあのベイルートのあたり、ダマスカスのあたり、まあだから地中海のあそこの、まあ今シリアがあるあたりですね、 あそこのことをまあ言うことが多いんですけど、あそこよりねよっぽどサマルカンドのあたりの方が本当の意味での文明の十字路ですよ。モンゴロイドとコーカソイドがあそこでちょうどね交わり合うんですよ。まあこの辺は結構ね海抜が高いですね。そんな高いとこ飛んでないのに8000〜9000フィートぐらいあるんで、これはもともとの海抜が高い証拠ですね。この辺は高原になってるんですね。メキシコ高原とかそういう呼び方なんでしょうかね。うん、だいぶ高いです。チベット高原もねこれぐらい高かったですよ。ネパールまで行かなくてもチベット自体がかなり高いんでね、だからまあ長江とかが流れていくんですけど、あのアマゾンが流れるのも結局西の方にアンデスがあるからですね。ちょっとずつ低くなっていってるんで、まあアメリカで言ったらミシシッピなんかもそうでしょうね。あれはロッキーからずっと流れていくはずなんで。最近はもうね200カイリ以上は飛ばないようにしてます。もうちょっと体力がきついんで、できたらもう150カイリぐらいに
抑えて、まあ3、40分で飛べるぐらいですよね。前は本当にね、250カイリとか普通に飛んでたんで、それって1時間以上かかるんですよ、フライトだけでも。でそれはちょっとね、さすがに応えるんで200カイリ、多くても200カイリですね。まあ、明日朝起きたら債務上限が片付いたっていうニュースが見れることを期待してますよ。そして週明けからはダウの上昇モードが始まると。そうなってくれればいいですけどね。ただどうしてもその債務、国債をこれからもどんどん発行しますよってなると金利が上がるんですよね。あの国債がだぶついちゃって金利が上がるという話が出てきますから、それに関してはちょっとマイナスなんですよね。やっぱり金利が上がると特にハイテク株なんかは下がっちゃいますんでね。うん。でまた経済指標が強いから6月の FOMC で上げるっていう見込みが今 60% ぐらいあるらしいんですけど、あの先物市場で。まあでも私は前から言ってる通り、6月13日の CPI はだいぶ下がってくるはずなんで、まあ、4% 前後、もし運が良ければ 3.9 ぐらいになってくるんで、まあ、4.2 ぐらいの可能性もありますけどね。まあそれでもだいぶ下がりますもんね。だからそこでどうするかですよね。翌日に FOMC があるんだけど、まあデータ次第って言ってますから、パウエルさんも。それのデータを見てどうするかですよ。ただ私はね、やっぱり他の雇用統計とかのも来週に出ますけどいいはずなんで、まあそういうのも込みで最後の1回上げてくるかもしれないね。うん。まあ、戦争の方は今ね、全く動きがあんまりないですね。何かちょっとしたドローンで攻撃みたいなものばかりで、大きな攻めというのは今ないですね。うん。まあその方がいいんですけど、あんまり大きい反転がある、攻勢があるとエスカレートするんで、エスカレートだけはしてもらいたくないんで、まあ、どうにかエスカレートがないように祈ってますよ。
はい、着陸をしていきます。これね、最後に跳ねてしまうというのがあって、結構ね、速度を落としても跳ねちゃうんですよ。この角度が問題なんですけどね、跳ねるとね、結構難しいんですよ、跳ねるとね。この角度が、あ、ちょっと跳ねましたけど、まあなんとかいけましたね。あ、でもメキシコっぽい風景になってきました。なんかサボテンがあるみたいな感じで。はい、ご視聴ありがとうございました。